平野翔神宮寺勇太 2B 生配信でついに入所発表。三宅健のまさかの出現に一同唖然。こんにちは、スコープ芸能です。7月7日七夕の日にファンの思いが届いたかのように、日本の新たなアイドルシーンが誕生しました。 2B 七夕私の願い。ファンはこのハッシュタグに願いを込めて数えきれないほどのツイートをしていましたね。元キング&プリンスの平野翔さんと神宮寺勇太さんが 2B の YouTube 生配信で加入を発表されました。少しだけかっちりとしたジャケット姿で登場した2人、少し緊張されている様子で配信がスタート。まず平野翔さんが、こうして新たな気持ちで皆様にご挨拶ご報告をできることを嬉しく思っています。ファンの皆さんお待たせしました。今後も楽しい時間空間を作っていきたいなと思っています、と少し引きつった笑顔でコメントし、続く神宮寺勇太さんは、皆さんと再会できたことを嬉しく思っています、新たな場所で素敵な景色を見たいなと思っているので引き続きよろしくお願いします、とこちらも少し目が潤んでいるように見えたので、かなり緊張されていた様子がうかがえましたね。 2B は7月2日に2B コンティニュード01と題し、元 V6 の三宅健さんが所属を発表されたばかり。生配信さながらのおぼつかなさもありましたが、ファンの方々のコメントを見ると、たくさんの方々が復帰に期待をされていたことが分かりました。それに応えるかのように、まさに台本ではないコメントをされていた印象が強いです。みんなバイト頑張ってね、というコメントは特に印象に残ってしまいましたね。そして今回の平野神宮寺ペアの生配信でも、お二人の心の内がやっと表に出せたのかなと思わせるような場面が多々あった印象です。神宮寺さんが、世界の人たちに笑顔を与えていきたいと思っています、今後はコンサートをたくさんしていきたいです、そしてコンサート以外でも会える機会を増やしていきます、というコメントをされていて、これまでできなかったことにどんどん挑戦していくという意気込みを感じ取れました。また今までの自分に一言という問いに対し、平野さんは、よく頑張ったと思う、でも寝坊が多かったから今後は寝坊せず頑張りたいです、と答えられ、こちらも平野さんらしさが出ていましたね。それに対し神宮寺さんは、モーニングコールするからとすかさずサポートしていく意向を表していました。このことからも2人での活動が今後もメインになっていく可能性を大きくしていますね。そしてこれからの自分に一言という問いに対し、神宮寺さんは、今までファンのみんなからもらったエネルギーを少しずつ返していきたいとコメント。お互いのコメントに対し笑いを交えながら補足したりツッコミを入れている様子が終始微笑ましくもありましたね。続いてファンの皆さんへ一言という質問に対して、まずこの時間を割いて配信を見てくださって本当にありがとうございます。今日から新たに始まった物語ではありますが、皆さんと一緒に綴っていきたい、と平野さんがコメント。続いて神宮寺さんが、これからいろんな活動ができると思っています、これからもチェックよろしくお願いします、とコメントされています。 2B に所属し、ジャニーズ事務所ではやりたくてもできなかった活動に期待が持てますね。そして今後について新たにお二人のインスタグラムのアカウントを公開することを発表されました。個人的にインスタグラムを利用したことがないため、インスタセミナーに通いたいくらいわからない、とお二人らしいコメントをされていたのが印象的でした。さらに平野翔さんが、僕寝相が悪いので寝相の写真をあげようかな、とおっしゃると、漫才の呼吸のように、寝相じゃなくて寝癖の写真じゃない、と神宮寺さんがツッコミを入れて大笑いされていたのも印象的で、とても好印象でしたね。さらに、僕たち趣味が多いから男性の方にも喜んでもらえるかも、とこれからプライベートな写真を投稿されていく様子も伺えました。投稿についても、何を投稿したらよいかわからないので、ぜひどんな写真を投稿してほしいかリクエストが欲しい、とおっしゃり、平野さんが、全裸は NG ですよ、と会場内の笑い声が配信に入ってしまうようなボケも披露され、
緊張がほぐれ、いつもの平野さんが帰ってきたと思わせてくれた瞬間でもありましたね。そして新たにお二人のファンクラブが同日20時に開設されることも発表されました。この時すでに80万人以上の視聴者が配信を見ており、二人がどれだけ待望され、またファンに期待されているのかが伝わってきました。そして先に 2B に所属していた三宅健さんが登場。キンプリ時代の二人のメンバーカラーでもある花束を一人ずつに手渡しし、これからも二人をよろしくお願いしますとファンの方々に改めて紹介されました。三宅さんから平野さんへ、緊張したという質問をされ、いつもは緊張しないのに今回はかなり緊張しました。登場前に左手で人ってたくさん書きました、初めてやりましたよと返答され、これまた平野さんらしいコメントでした。さらに三宅さんがツイッターのハッシュタグ 2B 七夕私の願いで、事前に仁平が 2B に所属してほしいというファンの投稿がとても多かったことに触れ、彦星として願いを叶えてあげれたんじゃないと二人に問いかけ、さらにたくさんの織姫亡者で渋滞してるから今画面の前で泣いてんじゃないと続けました。さすがに言い間違えとは思いますが、亡者という言葉はかなり失言だったと思います。そして 2B らしさと言えるのか、配信の後半でスクリーンショットの時間が設けられ、二人が恥ずかしがりながらも先輩の三宅さんのポージングの要望に応えて、最後には3人並んで頬に手を添えるポーズで締めくくり、最後にお二人のコメントが入り、ここから始まったストーリー、僕たちは白紙です、これから皆さんに色をつけてもらって、将来はどうなるかわからないけど、みんなと一歩一歩歩いていきたいと思っていますと平野さんがコメントし、神宮寺さんも続きます。皆さんからもらったエネルギーを、素敵なパワーを皆さんへ返していきたい、これからも応援よろしくお願いしますと締めくくりました。そして最後に次回の配信が7月14日に予定されていて、新たな仲間たちとと三宅さんが添えたことで、平野神宮寺と同様退所したばかりのインパクターズや元キスマイフット2の北山博光さんが続いて 2B に加入する可能性がある示唆をされた印象です。平野さんと神宮寺さんは5月20日に生放送された NHK 総合ベニュー101を最後のテレビ出演とし、同22日をもってグループを脱退されました。約1ヶ月半ですが、とても長い時間に感じれましたね。そして今年3月に 2B の滝沢さんは、今後に関していろいろ考えた結果、僕はやはりもう一度エンターテインメントの人生を歩もうと決意いたしました。自分の覚悟と皆さんの期待を背負い、新人募集をし、アーティストをプロデュースする会社を立ち上げました。改めてエンターテインメントの世界で走り出すことを本日ご報告させていただきますと会社の設立を発表されました。公式サイトでタレントの募集も開始され、また新たなスターの誕生に心躍ります。これからの平野さん、神宮寺さん、そして 2B の活躍に目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。